少女来郷寺は、滋賀県大津市比栄辻にある、天台宗の寺院。三号は、紫雲山。本尊は、阿弥陀如来、釈迦如来、薬師如来の産物。海山は、最長と伝わる。比叡山の登録、琵琶湖岸に近い比栄辻に位置する。来郷寺とも呼ばれる。日本天台宗は、北家行を根本経典として、天台教学、戒律、禅。 密教、念仏等を広く修学し実践する宗派であるが、そうした中で、生寿来号寺は、浄土信仰の色彩の恋寺院である。寺名の、生寿来号とは、臨終の際に、西方極楽浄土から、阿弥陀如来と諸々の菩薩が現れて往生者を、迎えに来るとの意である。また、寺に伝わる、国宝、六道へ十五幅は、日本における、 浄土信仰普及の基盤を築いた原神の王女幼衆に基づく図像である。聖女来号寺は宗派及び地理的位置から考えて、比叡山延暦寺関連の寺院として創建されたものと思われるが、室町時代以前の歴史は資料が乏しく半然としない。寺伝によれば、延暦九年、最長がこの地に地蔵菩薩を祀る寺を建て、地蔵教員と称したのが、 長寿来号人の起源であるという。しかし、地蔵教員についてはこの事件以外に資料はなく、周奏解散に固くした伝承の域を出ないものと思われる。その後、長宝三年、玄心がこの寺に入り、念仏道場として再興したという。玄心がこの寺にいた時、紫の雲に乗った阿弥陀如来と二十五菩薩が現れるのを見たところから、 死雲山少女雷合寺と名付けたとされる。室町時代以降の寺史については、寺に伝わる雷合寺要書という近世の資料に詳しく述べられている。それによると、少女雷合寺は大英七年、魔玄という僧によって中興されている。魔玄は、大見守護、六角高頼の逸尾で、俗名を六角高信と言ったが、英正16年に出家して、延暦寺の僧となり、 マゲンと称するようになった。元気二年、織田信長の比叡山焼き討ちに際して、当時の小樹来郷寺住職は、仏像、仏具などを船に乗せて、琵琶湖の対岸の兵種大社へ避難させた。しかし、比叡山の書道や、山麓の坂本の町も焼き尽くされたにもかかわらず、小樹来郷寺は焼き討ちを免れ、そのため多くの文化財が、現代まで伝わっている。ただし、 漢文二年の大地震をはじめとする災害によって、同社はたびたび破損し、中世以前の建物は残っていない。森吉成の墓将次来皇子が、織田信長の焼き討ちを免れたのは、信長の家臣、森吉成の墓所がこの寺にあったためという。森吉成は、数々の武功を立て、織田信長の信頼が厚い武将であった。冷山焼き討ちの前年にあたる元気元年、吉成は、 信長の命で、宇佐山城を築き、信長に敵対する浅井、朝倉連合軍に退治したが、吉成は、少女来合寺付近の比叡辻で迎え撃ち、討ち死にした。比叡山の僧兵らが信長の敵である浅井、朝倉側に着いたことが、翌年の比叡山焼き打ちの原因を作ったとされている。少女来合寺は、比叡山との関係から言って、浅井、 朝倉側に味方すべき立場にあったが、当時の住職、正雄は、敵方の大将である、森吉成の遺骸を、夜間密かに運び込み葬ったという。その行為に、信長は漢字入っていたということであろう。天正元年、京都にあった、天大宗寺院、元王寺の本尊が、正寺来号寺に移され、天正十七年には、元王寺が正式に、正寺来号寺に合併された。 元王寺は、五代醐天皇の直眼寺で、現在の京都市左京区岡崎にあり、中世には、星将寺と並ぶ宴会の道場であったが、応仁の乱によって消失支配寺になっていた。現在、少女来号寺客殿の仏間に安置される、薬師如来像が元王寺の旧本尊とされる。解散道転居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、 以上の文化財は毎年8月16日の地方虫星で公開される。絵画、工芸品等の大部分は、平素は京都国立博物館、琵琶湖文化館等に帰宅されている。以下は諸藩の事情により、第二次世界大戦後に寺の所有を離れて国有となった文化財である。ありがとうございます。